本日も多摩交通局ご視聴いただきありがとうございます。多摩都市モノレールの構想路線を勝手に具体化してみた。本日は小宮延伸編です。今回は動画の前半で早速全体像と駅の紹介をいたします。後半では小宮ルートに関する考察コーナーを設けます。前回の羽村秋川延伸ルートの動画をご覧いただくと、より他路線とのつながりが分かりやすくなろうかと思われます。どうぞご覧ください。ルートを推測するにあたり参考にさせていただいた資料はご覧の通りです。市議会議事録は日野市、八王子市ともに確認しましたが、推測にあたって有益な言及がありませんでした。これについても後半で触れます。なお、駅の設置方針や駅名設定は前回の方針に準拠します。それでは参りましょう。ルートの全体像はご覧の通りです。八王子市三流橋交差点より分岐し、宇津木台、小宮駅、日野駅を経由、既存の多摩都市モノレールの甲州街道付近に合流するルートとなっています。それでは三流橋駅よりスタートいたしましょう。前回の羽村秋川延伸ルートはここで分かれて秋川方面へと参ります。小宮ルートは八王子方面と直通できるような分岐となっています。三流橋を出ると宇津木台の住宅街に向けて山を駆け上ります。既存の都道は幅員が狭いため、モノレールには独自の道を進んでもらうこととしました。次は滝山台です。周囲は閑静な住宅街となっています。駅左手の住宅団地は町名は丸山町となっていますが、滝山台という名前が公園や自治会館に頻繁に見られるためこの名前としました。次は宇津木台です。住宅団地の中央にありショッピングプラザはすぐ目の前、地域の商業拠点にほど近い駅として便利に使われることでしょう。この先モノレールは小宮駅まで坂道をうねるように下ります。次は小宮です。 JR 八高線の小宮駅南口ロータリーに設けました。駅同士を直結することも立地的にはたやすいと思われます。小宮から先は矢地川が谷底を流れる地形であり、高低差が激しくなっています。大きい道路がない上、特に都市計画道路の構想もないですから、どのように軌道を敷いたらいいか悩みましたが、とりあえず東福寺の脇、ここにあります小道に沿わせて日野台方面へ抜けることとしました。これまで辿ってきたルートを見れば、ここまでいかに起伏の激しい土地であったかわかるでしょう。この先の道も同じです。中央道をまたぎ日野台2丁目交差点に差し掛かったところ、不自然な三角地帯があります。現在は駐車場として使われているようですが、仮に小宮方面への道路を分岐させるとすれば好都合。先に説明した通り都市計画道路の構想はないので、単なる偶然なのか、はたまた昔にモノレールを想定していた名残なのかと思って過去の航空写真を見たら住宅がありました。偶然道路の分岐に都合のいい形をした土地であるだけでした。次は日野台です。周囲は閑静な住宅街となっています。日野自動車の本社は近いですが、駅自体は工場の裏側にあり、そこへの通勤には不向きかと思われます。そもそも日野自動車の本社工場は現在茨城県の古河へと絶賛移転中ですから、もはや考慮する必要もないかもしれません。日野台駅を過ぎると日野坂に差し掛かります。日野台地から日野宿へ下る長い坂道、この路線一番の難所と言えましょう。日野坂交差点も道路をスムーズに分岐させるにふさわしいデッドスペースがあります。仮にモノレールを通すとすれば、かなり都合のいい作りになっているので、今度こそ本当に多少はモノレールのことを考慮していたのではなかろうかと疑りたくなります。次は日野です。 JR 中央本線の日野駅前に駅を設けました。位置関係はこのようになっています。よりゆとりのある西側に駅を設置しました。駅舎があるのは東側なので、乗り換えには若干手間がかかりますが、そこはお許しください。日野駅を過ぎると、甲州道中の日野宿を威風堂々通り抜けます。身分の高い大名など専用の宿泊施設である本陣、これの建物が現存する宿場は甲州道中の中に3つしかありませんが、日野宿はこのうちの1つであり、モノレールの車窓に見下ろすことができます。時代が違えばとんでもないプレーであります。
次は日野宿入り口です。日野宿の東側にある駅です。幕府や領主が決めた政策などを貼って示す掲示板でした考察場、これの跡が近くにあります。この先モノレールは新奥多摩街道入り口交差点を左折し北進、既存の多摩都市モノレール線とうまい具合に合流し立川方面へと直通します。ちなみに次の駅は柴崎体育館です。続いて考察に入ります。ここまで紹介しておいて何だという話になるのですが、先に結論から申し上げますと、この小宮ルートは多摩都市モノレールの構想路線の中では最も重要性が低いルートではないかと考えております。これから理由をご説明いたします。そもそも多摩都市モノレールの本来の目的は、1、多摩の南北の交通利便性向上、2、各都市間の連携強化、そして3が自立した都市圏の形成です。1はなんとなくわかりますが、2と3は要するに立川や八王子や町田といった大都市ですとか大規模宅地開発地域同士の交通網を強化して多摩で自立した経済圏を作ろう、23区の配下から脱却しようということになります。実際に立川には首都圏で大規模災害が発生した際に災害応急対策活動の中核拠点として機能する立川広域防災基地があります。またシン・ゴジラ、これで少しばかり注目を浴びましたが、立川には内閣府の災害対策本部予備施設も存在し、23区全域が壊滅状態になった場合は政府の臨時拠点となります。つまり実質的な臨時首都たりうるのが立川です。その点を考慮しても多摩地域を自立した都市圏として成熟させることは重要なプロジェクトであり、多摩都市モノレールもそれに寄与するという重大な使命を持っていました。少し話がそれましたが、この小宮ルートが持つ役割を多摩都市モノレールの目的に照らして考えると浮かび上がるものが2点あります。1つ目は立川から八王子のパイプ強化、2つ目が内木台の住宅団地を交通網から取りこぼさないことです。1つ目は業務各都市として位置づけられている立川と八王子の間の連携を強化することであります。東京都都市整備局のホームページによれば、特部以外の地域で相当程度広範囲の地域の中核となり、業務機能をはじめとする諸機能の適正な配置先の受け皿となるべき都市とされています。多摩地区でこれに指定されている自治体は5つ、八王子市、立川市、青梅市、多摩市、町田市です。特に八王子、立川、多摩は3市で1つの業務各都市構想が検討されているため、この3市の連携強化を目的としてモノレールが計画されていることは想像に難くありません。計画路線の一つである多摩センターから八王子に至る八王子ルートや既存の中央本線も含め何歩あっても困らないというものであります。そして2つ目は自立した都市圏の形成に寄与します。多摩都市モノレールの構想がぶち上げられたのが今から40年ほど前、多摩ニュータウンなどの宅地開発が多摩地区のあらゆる丘陵地で進められており、バラバラに点在することになる人口集積地と大消費地とを結ぶ交通網の整備が急務でありました。その中にあった開発地域の一つが内木台です。内木台の近くには八高線の小宮駅があり、今でこそ自転車ですぐのような距離でありますが、当時の小宮駅は駅西側に秩父セメントの専用線や貨物駅があり、内木台側に駅の出入り口はありませんでした。そのため直線距離は近くてもアクセスは極めて不便だったことが想像できます。また当時の八高線は非電化、ディーゼルカーがガタゴトと走っているローカル線で本数は現在よりも少なかったのです。さらにそもそも小宮駅から列車に乗車した場合、八王子には速やかに行けても立川に行くには遠回りで不便です。このままでは内木台が交通網から取り残され不便な住宅団地になってしまう。多摩を成熟した都市圏にする上でたくさんの新しい住民がやってくるニュータウンを取りこぼすのは致命的でありました。それゆえの小宮ルートであったのでしょう。しかし現在2の懸念はほぼ解消したと言って良いでしょう。内木台の住宅団地からは広々とした道路が小宮駅の目の前までいたり、その八高線も電化されたし、本数もラッシュ時は限界まで増やしています。さらに内木台から充実したバス路線が設定されています。八王子駅方面へは2路線、日野駅方面へは1路線、ラッシュ時は毎時5から8本、日中でもそれぞれ毎時2から3本のバスが出ています。
始発のバスは4時台や5時台からあるし、終バスは23時台まであります。モノレールができれば、少なくとも宇津木台から立川方面に関しては乗り換えなしで運賃も多少は安く行けるようになるかもしれませんが、モノレール建設のコストや犠牲に鑑みれば費用対効果に劣ると言えます。既存の多摩都市モノレールでさえ一昔前までは負の遺産とそしらえていたのですから、新線建設にはことに慎重にならねばならないでしょう。また1に関しても、確かに立川から八王子の路線は何本あっても困らないかもしれませんが、最低1本あればいいのだから、当然優先順位は低くなるでしょう。現に八王子ルートですら未だ日の目を見ない日々が続いています。それほどに中央本線は存在感も重要性も強大な路線であります。つまり理由のまとめといたしますと、1つ目に中央本線が強すぎること、2つ目は宇津木台の住宅団地を取り巻く交通網が改善されたということにつきます。この結論を後押しするのは沿線自治体の関心の低さです。八王子市の市議会議事録を見ましたが、こんな構想もありますくらいの触れ方しかなされていませんでした。八王子市は計画路線である八王子ルートの実現に終身しているし、他にも西部地域、御方や奈良原の方、こちらの交通空白地帯解消の方が関心が高いようです。日野市に至っては議事録やマスタープランのどこを見回しても小宮ルートの話が出てきませんでした。まるで構想があることを忘れてしまったかのようで、日野市の関心がもはや無に近いことは明白であります。というわけで考察が少々長くなりましたが、いかがでしたでしょうか。情報量が少なく検討の難しいルートでしたが、いずれにしても多摩都市モノレールの構想が順調に進むことを願っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。